どうもチョロです。ポケゴの PVP の動画上げております。今回はですねバルジーナやる気者レジスチルっていうパーティーでスーパーリーグ潜っていこうかなと思います。で1戦目なんですがトリーレープスですね。これは出し負けてるのでやる気者を出していってそれに対して相手がズボッと投げてきたんですけれども、この HP の減り具合だともう一発の仕掛かりやられる前に打てそうなので、まあそれで相手のシールを2枚剥がしていってあとは裏でなんやかんやしていくっていう感じかな。うん。まあ、ウツボットに関してはね、一応こちらのレジスチルもバルジーナも強気に出ていけるので、まあ、ここはあれですね、シールドを1枚貼って、で、こちらの仕掛ける相手のシールドを剥がしていって、で、バルジーナで、まあ、ウツボットを詰めていくっていう動きをしていこうかなと思います。まあ、この辺はね、ウツボット火力あるんですけれども、耐久力ないので、まあ、やる気者の仕掛かり一発で多分ほぼぶっ飛ぶと思うので、まあ、これ貼らざるを得ないので、まあ、これで剥がしていってって感じですかね。まあ、対面はね、相手に死守されちゃったんですけれども、まあ、バルジーナはね、こいつに対しては、まあ、圧倒的に有利ですし、まあ、裏のトリレプスは、レジスチルなんとかなるので、まあ、3対2次第なのかなって、まあ、そんな印象ありますね。なので、まあ、ここでできるだけ起点を作っていって、で、どうですかね、こいつを倒した後に一発イカ様をトリレプスに入れてしまえば、消え玉一発圏内に余裕でなるので、まあ、それで、まあ、余裕を持って倒していくって感じになるのかな。うん。だけどね、まあ、ここで相手のウツボットを倒していって、まあ、絶対トリテプスが戻ってくるので、まあ、即害しないことですね。即害してしまうと、何ですかね、消え玉一発じゃ多分倒せないので、うん、まあ、その後、まあ、相手にちょっと技を打たれちゃったりするので、まあ、一発イカ様入れてから、レジスチルを出していくって感じになると思います。まあ、そうすればね、消え玉一発圏内なので、まあ、技をね、無駄に200いく必要なく、裏のポケモンを見ていけるっていうところで、まあ、有利なのかなって気がしますね。相手がこれ最後に出してきたのが、綺麗花だったので、これはもういただきですね。シールラードも持ってますし、まあ、綺麗花の技って言ったら、まあ、リーグベイロと、あとは、まあ、マジカルシャインとか、うん、まあ、その辺になってくるので、まあ、そこら辺にはね、耐性があるので、まあ、レジスチルは、シールラ貼る必要ないですし、まあ、その間にこちらは、ラスターカノンに集めていって、こいつを倒して、裏の、トリテプスに消え玉一発持ち込むって感じになりますね。まあ、出し負けだったんですけれども、まあ、うん、うまい具合にまくれてよかったんじゃないですかね。でも相手のパーティー、これよく見るとトリテクサクサでしたね。うん。まあ、トリテクサクサ、今の環境どうなんですかね、刺さるんですかね。うん。まあ、ちょっと難しいと思うんですけどね。まあ、いろいろポケモン増えてきてますし、うん、どうなんですかね。うん。まあ、でも OK でしょう。うん、まあ、これはもうあれですね。こちらの気合玉。まあ、火炎放射一発撃たれるかな、どうだろう。あ、でも先撃てましたね。でもこれ撃ってしまえば相手に20弱点で、HP もね、イカ様一発入れてる分、もう耐えきれない HP になっているので、これは勝ち確ですね。うん。大戦ありがとうございました。うん、まあ、このパーティーは結構ね、出し負けは多いパーティーなんですけれども、まあ、でも、個々のポケモン自体はね、かなり力を持ってるポケモンが多いので、うん、うん。まあ、その辺でね、まあ、クリス城をうまく作っていけるっていうのが、まあ、強いかなって思いますね。で、まあ、次のバトルなんですが、相手、エアームドですね。これは、一応シミュレーション上は出しがちになるのかな、うん、多分出しがちだとは思うんですけれども、まあ、でも、まあ、相手の差し込みの回数次第では、微妙なラインだと思うんですよね。まあ、バルジーナって結構、まあ、そんな感じのポケモンなので、うん、まあ、扱いが難しいところではあるんですけれども、まあ、でも一応出しがちだと思うので、まあ、そのまま突っ込んでいってちょっと様子を見ていこうかなと思います。まあ、でもシールドはできるだけ使いたくないですね。シールドを使わずになんとかしていきたいんですけれども、まあ、こちらの技を打つたびにちょっとさっきから差し込みをね、入れらまくってしまっているので、ちょっと危ういような気はしてますね。なので相手の技が飛んできそうなタイミングでレジスチルを出していったんですけれども、まあ、打ってこなくて、で、ドラピオンで追っかけてきたんですが、まあ、これはこれで悪くないですね。まあ、噛み砕く、まあ、結構痛いっちゃ痛いんですけれども、まあ、確定2発にはなってないですし、あとは相手の毒針がね、今一つで蹴ることができるので、まあ、そういった意味では、うん、まあ、割とね、まだまだ戦っていけるかなと思ってます。むしろこっちがラスターカムで相手のシールを剥がしていったり、まあ、ダメージを取れる分有利なんじゃないかな、とは思いますね。うん。だけどね、まあ、ラスターカノンどんどん打っていって、で、もう一枚剥がせますね、この感じだったら。もう一枚剥がせるか、うん、まあ、あるいはタイミングを返していくかっていうか、タイミングを奪っていくかっていう感じになるとは思うんですけれども、まあ、どうですかね。うん。まあ、相手も結構回転の速いポケモンなんで、まあ、難しいところではあるんですけれども、うん。まあ、でもね、まあ、なんすかね、まあ、耐久がそんなあるポケモンではないので、相手的には、ね、結構シールドをね、使ってこなきゃいけないっていうところで、まあ、まだまだね、勝ち筋あるのかなと思ってます。で、まあ、ここで相手が噛み砕くを打ってくるんですが、
まあ、これはもう貼らなくていいですね。これ貼っても、あ、でも貼りましたね。ラスターカードって確実にシールを剥がしていくって感じなのかな。まあでもそれはそれで OK ですかね。どうなんだろう、先に打てんのかな。あ、打てなさそうだったんで、バルジーナ出していったんですけれども、まあこれ噛み砕くだと思うので、まあこれは食らえますね。うん。タイミング的にも噛み砕くですし、まだまだ耐えられるのでこれ受けていって、で、エアームが戻ってきたので、イカ様を撃とうとしたんですけれども、先に撃たれちゃいましたね。これはどうなんだろうな、貼っていくのかな。あ、貼らなかったですね。貼らずに、やる気者で起点を作っていってと思ったら、あれです、レジスチルで起点作りか。うん。これどうだったんだろう。まあでもここで技撃たれたことを考えるのであれば、まあレジスチル出して正解だったのかもしれないですね。で、まあここで、まあ技撃ちたくなかったんですけれども、これ撃たないとちょっと突破されちゃいそうだったので、まあこれでシールを剥がすなり、相手を倒していって、あとはやる気をね、なんやかんやしていくっていう感じになるのかな。うん。まあ相手のドラピオンはもう HP ほとんど残り少ないですし、うん。まあ、十分戦えるかな。うん。まあでもどちらにしろここでラスターカノン打てたので、これ大きかったですね。やっぱり毒針に対して、まあ耐性があったので、まあやられる前にね、ギリギリ打てて、で、まあここで、やる気者を出していって、ちょっと起点を作っていって、あとはラストショットですね。で、最後に出てきたのが、ラグラージだったので、まあラグラージ相手には、まあやる気者をシールラード取ってますし、これ勝ち切れると思います。こちらは、あの、3発食らわないとやられないんですが、まあ相手はね、あの、のしかかり2発で飛んでいくはずなので、まあこちら先行で出てますし、うん、あの、これはもうこちらの勝ち確定ですね。うん、そうですね。まあここで2発溜まったんで、こののしかかりで大ダメージを与えていって、まあギリ残ると思うんですけれども、まあ相手シールド残ってないんでね、もう1発のしかかりを打ってしまえば勝ちなので、まあ OK ですね。うん。まあ、あれですね、やる気者は本当に強いですね、こいつは。うん、あの、まあ、ノーマルタイプの中では、なかなかベロリンガに並んで強いポケモンかなと思いますね。対戦ありがとうございました。やっぱりやる気者は、あれですね、頼りになりますね。なんだろう、結構タイプ相性を無視してゴリゴリをしてくれますし、まあ、当倍の相手にもね、本当にノーマルタイプかっていうぐらいの火力を出せるので、まあ、そこは強いですよね。実際このチルタリスの対面もね、バルジーナ負けていたので、まあ、やる気者出していったんですけれども、まあこれやる気者自体も正直チルタリス相手にはそんなにね強気には出れないんですが、まあでも回転とね、あと、上は一つとはいえカウンターで結構ダメージ取っていけるので、なんやかんや悪くないんですよね。うん。まあ実際今のところ五分の戦いしてますし、うん。ここでチルタリスを削ってくれれば、まあ、だいぶ戦えるかなと思ってます。で、ここで相手が、あれですね、ナマズンを出してきたんですけれども、まあ、ナマズンはね、回転速いポケモンなんですが、まあ、ぶっちゃけ技自体はそんなにね、怖くないので、まあ、泥爆弾一発から多分この HP ならやらないので、まあ、その間にこちらのしかかりでプレッシャーをかけていって、まあ、戦っていくって感じですね。まあ、ここでもう一発、のしかかり打っていけば、まあ、シルラーガスなダメージを取っていって、その後は、まあ、バルジーナに詰められると思うので、うん、まあ、だいぶ、出し巻きをね、優先に近づけてこれたんじゃないかなって思います。で、これ、泥爆弾だと思うんですけども、これ食らってもやられないんで、まあ、これ普通に受けていって、で、これ受けたら交代時間来てるので、バルジーナを出していこうかな。うん。そうですね。相手の泥爆弾タイミングでバルジーナを出していって、うん。で、これで技を透かしていって、で、回転ではね、これお互い同じぐらいの回転なので、うん、こちら吹雪打たれなきゃやられないんでね、シールラ貼る必要ないですし、こちらもう遠慮なくイカサマ打っていって、しっかりとね、とどまさせていこうかなと思います。で、まあ、この後は、どうだろうな、チルタリスとか戻ってくるのかな、おそらく。チルタリスが戻ってくるか、うん、どうかなって感じなんですけれども、あ、トリデプスいるんですね。まあ、トリデプスいるなら、まあ、トリデが出てきて、まあ、あれなんですが、まあ、バルジーラの耐久力であれば、交代時間稼いで裏に逃がすことが、多分できると思うので、うん。まあ、イカ様をどんどん打ってね、交代時間を稼ぎつつ、様子を見ていこうかなと思います。あとは、どうですかね、まあ、チルタリスの HP がどれだけ残ってたかちょっと覚えてないんですけれども、3分の1ぐらいまでは多分削ってると思うので、まあ割と戦っているかな、いけるかな、イカ様一発、うん、入るか、一発圏内かどうかっていうところだと思うので、まあ悪くないと思います。で、ここで相手がと思ったら全然でしたね。半分ぐらいでしたね。まあでもチルタリス出してきてくれたので、まあそこにはね、のしかかりを打っていって、まあシールを出すかダメージを打っていって、うん。で、まあこれであれですね、確実にイカ様圏内、あとはまあラスターカノン圏内になっているので、まあ悪くないんじゃないかなと思います。で、まあここは当然バルジーナですね。うん。まあトリデプス裏にいるのわかってるので、まあ交代時間を稼ぎつつバルジーナを出していって、でイカ様を打ち込んでいくって感じになると思います。これはあれですね、まあここでシールを剥がしてしまえば、まあこの後は、
うん、レジスチルが残っているので、まあ、これも勝ち確ですね。うん、相手張ってこなかったですね。で最後に出てきたのが、まあ、トリデプスだったので、まあ、これはどうですかね。イカ様打ってるかな。あ、先打たれちゃいましたね。まあでも OK でしょう。この後こちらの気合玉の方が、まあ、回転もね、早いはずなので、まあ、シルル11同士ですし、これは十分勝っていきますね。うん、で、まあ、ラストレジスチル出していって、まあ、こちらは解放者2発圏内になっていないですし、逆に相手は気合玉1発圏内になっているので、まあ、これはもう勝ち確ですね。だけど相手がここで、まあ、火炎放射撃ってくるんですけれども、3分の1ぐらいかな、おそらく。そうですね、3分の1ぐらいで、で、まあ、岩技はダメージソースにならないので、まあ、その間にゲージを単独断念でもらって、気合玉を2発撃っていくって感じになります。まあ、これはもう、あれですね、この後相手、火炎放射2発かな、2発こちらに入れなきゃいけないので、まあ、シールド残っている分ね、安心して戦えるので、まあ、もう相手、降参レベルだと思います。まあ、でも、最後まで戦ってきますね。うん、まあ、こちらは、まあ、そうは言ってもね、受けてあげる義理はないので、まあ、シールド貼っていって、で、気合玉が溜まるとレスを打っていって、こちらの勝ちになりますね。まあ、ラスカでも OK だったんですけれども、まあ、でも、うん、まあ、確実に20弱点ついていってね、倒した方が、まあ、気持ちよくね、倒せるので、まあ、そういう感じにしてみました。対戦ありがとうございました。今のバトルも、やる気者が大活躍してくれましたね。やっぱり、まあ、引き先のやる気者って、まあ、頼りになりますよね。うん。で、まあ、次の対戦なんですが、相手、エアームドですね。まあ、これは、シミュレーション上出しがちだと思うので、そのまま突っ込んでいって、で、相手がマリルリに引いてきたので、まあ、ちょっと遅れちゃったんでね、ツバメ返しを入れてから、うん、次のポケモン出していこうかな。どっち出そうかちょっと悩みどころなんですが、どうですかね。相手の技のタイミングぐらいで、あれかな、レジスチルを出していくのかな。おそらくそういう感じにしていこうと思ったんですけれども、まあ、左がぐるぐるしちゃって、ちょっともうわかんなくなっちゃいましたね。うん、これちょっと残念ですね。まあ、しょうがないんでこれ受けていって、まあ、レートビームだったんでよかったんですけれども、まあ、うん。まあ、あれですね、バグ直すっつって全然直ってないですね。もう左上ずっとぐるぐるしちゃって、技の回数わかんないんですけれども、まあでもこのタイミング自体は正直、まあ悪くはないですね。回転こっちの方が早いですし、まあ相手の技レートビーム、まあ、片方レートビームと分かってるので、まあ、それならね、全然受けていって OK なので、まあ、その間にね、こちらゲージを貯めさせてもらって、で、なんやかんやしていくって感じになります。うん。まあ、次の技はどうだろうな、受けられないので、まあ、こちらのしかかりを打っていきたいんですけれども、これ対面正直返す必要もないですね。これ受けてくれるのであれば、あんまり対面はこだわらなくていいような気がします。で、まあ、これ受けてくれたんで、まあ、これ受けてくれたのであれば、うん、レジスチルに託しちゃっていいかな、どうだろう。うん、託しちゃっていいような気もしないでもないんですけれども、まあ、張りましたね。これはのしかかりも一発打てるっていう算段で、まあ、あれですかね、シールド剥がしていってっていう感じですかね。と思ったら、うん、あ、打ちましたね。うん。これは、どうだったんだろう。まあ、カウンターだけで倒すのはさすがに無理か、うん、間に合っちゃいますね。なので、これ打っていって、で、まあ、これ張ってくるか張ってこないかなんですが、張ってこなかったので、まあ、これで OK ですね。で、相手がここで、まあ、当然エアームドを戻してくるので、まあ、そこにはね、まあ、のしかかり打つしかないですね。ダメージ取れないんですけれども、まあ、打たないよりはマシなんで、まあ、どんどん打っていってって感じになります。まあ、あとはどうですかね。うん、レジスチルで、どこまでやれるかって感じになってくると思うんですけれども、まあ、相手がここでもう一発のしかかり打たせてくれたんで、これはこちらとしてはラッキーでしたね。まあ、ただ相手が結構ゲージ貯めてるんで、まあどうしようかな。うん。まあでもレジスチル出していっか。レジスチルで受けてもらった方が安全だと思うので、そうですね。まあレジスチル出していって、レジスチル技を受けてもらってラスト勝負になります。まあシールド相手2枚残ってるんで、向こうの方がまだ有利ではあるんですけれども、まあでも、まあラスト次第ではありますね。うん。まあバルジーナかレジスチルが刺さっているのであれば、まあ割と戦っていけますね。まあただね、そうは言っても、まあエアームドいるのであれば、まあラグラージとかね、そういうポケモンがいるのは、まあほぼ間違いないので、うん。まあこれはこれでね、うん。まあ、OK なんじゃないかなと思います。で、まあこちらゲージ溜まっているので、イカ様をどんどん打っていって、ハイドロカノンこれもう一発圏内になっちゃってるかな、どうかな。微妙なラインですね。まだなってないと思うんですけれども、おそらくなってないですね、これ。まだなってないんで、これ食らえると思うので、まあ、これ受けていって、で、こちらイカ様当てた後に、まあ、気合玉で相手を倒していってって感じになると思います。まあ、幸いなことに、こちら空飛んでるポケモンなんで、まあ、マットショットでね、落とすことは不可能だと思うので、まあ、問題ないですね。で、まあ、ここは張っていって、これを、で、イカ様を打ったら、その後はレジスチルを出していって、で、気合玉を打っていくって感じになると思います。
これあれですね、イカサマ2発撃てそうですね、おそらく。うん、で相手はこちらのバルジーナを倒すためにはエアアームドを出すか、あのハイドロカノンで倒すかっていう択になってくると思うので、まあ悪くないんじゃないですかね。うん、で、まあ、実際ここで2発目のね、あの3発目か、まあイカサマ撃ってたので、まあ、これで相手のラグラージュをギリギリまで削っていって、あとはもうバークアウトでも落ちていく圏内になってくると思うので、まあ相手はもうプレッシャー感じでハイドロカノン撃つしかないんじゃないかな。そうですね、撃つしかないですね。なのでこれ撃たせていって、その後はあれですね、あのレジスチルで起点を作って、でヤムルに気合玉を打ち込んで勝ちって感じですかね。うん、そうですね、まあ、相手のハイドロカノンもう一発間に合わなかったので、これはもうこちらの勝ち確ですね。これはもうラスターカノンでもいいのかな、どうなんだろう。まあでも多分気合玉まで貯めると思うんですけれども、まあレジスチルの耐久力ではまあゴッドバードだろうとグリーンバードだと全然耐えられるんで、うん、そんな感じしていこうかな。で相手がここで技打ってきたんですが、これも時間切れですね。今9秒だったので、まあこれ食らっても赤羽では持ってかれないんで、こちらの勝ちはもうほぼ確定ですね。うん、対戦ありがとうございました。うん、こちらのこのパーティーは結構予想つきづらいパーティーだと思うので、まあ相手からしたら難しいですよね。うん、まあなんだろうな、まあなんだろう、まあ全員第一線で戦えるポケモンではあるんですけれども、かといってまあめちゃくちゃメジャーといえばメジャーではないみたいなポケモンたちが揃っているので、まあレジスチルはともかく、まあそこら辺3体揃っているので、まあパーティー構成はちょっと予想しづらいのかなって印象あります。で、まあ、次の対戦ね、相手がトリレプスで出し負けていたので、やる気者を出していったんですけれども、まあ、それに対してチャーレムが追っかけてきて、これはもうね、負けちゃってるんで、まあ、しょうがないですね。うん。まあ、できるだけこの、でもチャーレムは削っておきたいんですけれども、まあ、どうかなって感じです。うん。で、まあ、ここで相手が打ってくる技、これはもう貼ってもしょうがないですね。まあ、シールラード取れただけでも OK かなと思います。これ逆にラッキーだったかな。しかも打ってきた技が爆裂パンチだったので、まあ、これで相手のゲージはかなりね、消費されてるはずなので、まあ、ここはバルジーナにね、詰めていって、で、まあ、トリデプスはレジスチルなんとかなるので、あとは3体目勝負かな。うん。まあ、そんな感じですね。で、相手の技は、まあ、爆裂パンチだと思うんですけれども、まあ、当倍とはいえ、食らって OK だと思うので、これは普通に受けていこうかなと思います。まあ、シールローも残していった方がいいですね。で、爆裂パンチかと思ったらレートパンチだったんで、まあ、それはそれで OK ですね。うん。多分、爆裂パンチの冷凍パンチ、そんなにダメージ効率変わらないと思うので、うん。まあ、いいんじゃないですかね。で、相手のシールをここ2枚剥がしきれたんで、これであればもうほぼ、あれですかね、押し切れますね。レジスチルで押しちゃって OK なんじゃないかな。多分、このツバメ返しでは落ちないと思うんですけれども、まあでも、起点にできるぐらいまでは持っていけるはずなんで、うん、逆にいいんじゃないですかね。うん。そうですね。実際ここでちょっと起点にさせてもらって、うん、まあ、なんすか、6本1発2発分だと思うんですけれども、まあ悪くないんじゃないかなと思います。で、ここでトリディプスが戻ってきたので、まあそれにはね、気合玉を打っていきたいんですけれども、まあここは起点作るのにちょうどいい相手なんで、うん、これはいいんじゃないですかね。しかも相手がトリディプスで突っ込んできてるっていうことは、裏のポケモンはあんまりレジスチル得意じゃないのかな。うん、そうですね。あんま得意でもなかったですね。うん、まあ、うん、バルジーナか。うん。まあまあってとこですかね。まあでもシールラード取っていて、まあゲージこっちの方がね、しこたま溜まってるので、これはもうほぼ勝ち確ですね。なんなら途中でバルジーナ出しちゃっても OK な気がします。で、相手がここで、イカサマなり、悪の波動なり、シャドーボールなり、つまめ返しなり打ってくると思うんですけれども、まあこれ食らっても OK なんで普通に受けていって、むしろ火炎放射の方が痛いんじゃないかな。ならこれ受けていって、で、こちらはここで、ゲージを試させてもらって、まあ、相手を削っていくって感じですね。で、まあこれ気合玉入れてしまったら、その後はもう、起点にできますね。起点にして、裏のトリデプスに、キアダマを打ち込むことができますし、まあ、ここまで貯めていれば、相手はトリデプス出したくても、まあ、出しづらいはずなんで、うん。もう、これも勝ち確ですね。だければ、これ、ぶち込んでいって、で、あとは、ゲージを貯めさせてもらって、もう、次の技を防いでしまえばね、こちらの勝ちは確定なんで、まあ、OK ですね。まあ、念には念を押して、相手の技が飛んできそうなタイミングで、まあ、こんな感じで、バルジーナを出していって、交代受けをしていって、で、相手トリディプスここで出してくるかな、おそらく。出してきますね。まあ、出してくるんですけれども、もう気合でも一発圏内になっていて、こちらにシールラードがあって、で、相手のバルジーナは今、ゲージ吐いているので、ロックオンで倒せますね。うん。だけど、ま、ここでイカサマを打っていって、まあ、あれですね、やられたら気合でも即打っていって、相手のトリデを倒して、バルジーナを倒して終わりですかね。まあ、トリデとレジスチルだったら、こっちの方が攻撃の方が、個体値高いはずなんで、うん。
まあこれでね、相手に火炎放射を撃たれることなく倒していって、まあ仮に相手のバルジーナにイカ様が溜まってたとしても、シールド残っているので、まあ OK ですね。うん。そうですね。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。まあこのパーティーは、そうですね、先シーズンもちょこっと使ったんですけれども、うん、まあさっき言ったように、ちょっとね、予想しづらいパーティーなんで、まあまあ相手的には難しいですよね。何が裏に潜んでるか分かんないんで、まあ出しづらいところはあると思うんですが、まあ割と、なんすかね、まあ補完取れてるっちゃ取れてるんですかね。バルジーナが出し負けた後に、まあ砦とかそういうの出して、砦じゃないや、やる気者とかね、出し負け要因で出していったら、まあ大体ね、ノーマルなんで格闘とかそこに強いのが出てくるんですけれども、まあそれに対して、まあバルジーナがね、強気に出ていけて、で、そこで格闘を葬り去った後に、レジスチルで抜き去っていくみたいな、そんな動きのパーティーなのかな。うん。まあ、そんな感じなんで、うん、なんすかね、うん、まあ、まあ、ギミックとも言わないけど、どうなんだろう。まあ、裏2体が格闘に弱いというところがギミックだと思うんですけれども、まあでも、うん、まあ、初手のバルジーナが格闘に、まあ、そこそこ強いので、まあ、そこで、うん、まあ、ギミックみたいな感じになってるのかな。うん、まあ、でも、どちらにしろちょっとね、読みづらいパーティーなんでね、うん、使ってて面白い、構築ではあるかなと思います。で、あとはどうですかね。今回はレジスチルの技、ラスターカノンと気合玉にしてるんですけれども、まあ、このパーティー構築の場合、電磁砲じゃなくてラスカー入れといた方がいいような気がしますね。まあ、回転的にも、まあ、ラスカーの方が早いですし、あとは、まあ、なんだろうな、ポケモン3匹の組み合わせを考えても、電磁砲を打つ必要はあんまりないかなって気がしますね。それよりも回転重視してラスカーを当てていくっていうような構築にした方が、多分このパーティーの場合は強いんじゃないかなと思います。そもそもあれなんですよね、電磁砲を打ちたい相手ってやっぱり飛んでるポケモンか水ポケモンだと思うんですけれども、まあ、飛んでるポケモンはそもそもレジスチルでなんとかできますし、で、水ポケモンに対しては、まあ、電磁砲打ったところで、まあ、マリリリとかだったら結局のところ2発打たなきゃいけなかったりするので、まあ、それだったらまあ別にラスカでいいんじゃないかなって気はしますね。うん。まあ、電磁砲破砕用にしてしまうと、今度は逆に電磁砲が、当たら、刺さらない相手とかになってくると、まあ、厳しくなってくるので、まあ、例えばオーロットですとか。まあ、そもそもオーロットとレジスチルの対面は、まあ、レジスチルが不利ではあるんですけれども、まあ、それにしても回転の速いラスカの方がね、まだまだ、うん、なんすかね、戦ってて戦いやすいっていうところはあると思うので、まあ、闇闇とかオーロットとか、その辺のシャドウクローで、まあ、ちまちま、なんだろうな、技打ってきて攻撃してくるポケモンに対しては、うん、まあ、電磁砲採用のレジスチルよりも、ラスカー採用のレジスチルの方が、うん、いいような気がしますね。で、まあ、あとはもう引き先のやる気者ですね。こいつは本当強いですね。まあ、私のやる気者って、かなり昔に作ったやる気者なんで、個体値ザルなんですけれども、まあ、それでも見ていただいた通りのね、性能を発揮できるポケモンなんで、こいつは本当に引き先にすごく優秀なんで、おすすめなポケモンですね。まあ、あとは、まあ、初手のバルジーナ。まあ、こいつ出し負け多いんですけれども、まあ、でも、回転力と耐久力を武器に、個体をうまく使って、うん、うまく逃がしながらね、やっていけば、結構戦えたりするんですよね。まあ、例えば、ガラルマッキョなんか相手にもね、まあ、空飛んでるポケモンで不利は不利なんですけれども、まあ、耐久力あるポケモンなんで、まあ、その間にイカサマで削っていったりですとか、うん。そういったね、動きもできるので、うん。まあ、そういった感じで、まあ、出し負けても、まあ、そこそこ戦えるという意味では、うん、強いポケモンですね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。